みんな、応戦の準備を。あたしが相手だ。絶好調だ。ユウ、ボルテージマン、パワーサークル、崩れろ。エアパンク倒し。ビッグ攻撃を継続する。流れインスラにあるよ。やっとクリング。セナ。ふふん、私の力、見せられたみたいだね。やっぱりエセルがいると心強いな。その言葉、そっくり返させてもらうよ。みんな、行くぞ。君に合わせる。クローサークル。ボルテージマン。そっちはダメだって。崩れろ。私の力、見せられたみたいだね。あたしらに喧嘩売るとはいい度胸だ。あたしが相手だ。絶好調だな、ユニ。ボルテージマップ。見えた。崩れろ。パワーサークル。我々の方にあると。やっぱエセルはすげえな。この勢いに乗るぞ。なかなかやるじゃないか、ユウに。危ねえ戦いぶりだったよ、セナ。ふふん、私の力、見せられたみたいだね。はい。どこかで汚れを落とさないか。
な戦いぶりだろ。もっと褒めてくれよな。見つかったみたい。どうする？もっと褒めてくれよな。はい。これからもこの調子でいこう。待て。する身にもなってほしいな。どう？おい、なんかやばいぞ。どうしよう。迷ってる暇はない。今すぐ助けに。はあ！エセル！そうだノア、迷っている暇などない。一気に蹴散らすぞ。これで
なんとか片付いたかな。残るは エセル。今すぐ負傷者を連れて撤退しろ。早く行け。今のはケベスの軍務長として間違っていたかな。いや、そもそもあんたたちはもう戦う必要なんてないんだ。正しいことをしたと。正しいと思った行動が必ず正しい結果につながるとは限らない。取り返しのつかない事態になることもある。それが戦いというものだ。ままならないものだな、エセル。すまない、つまらない話だったな。物資を回収した後、コロニー4に帰還する。みんな、もう少しだけ力を貸してくれ。医療用の物資があるといいけど。このままにはしておけない。しまくってるだろうしな。実に運がいい。医療資材を調達してきた。お前から医療班に渡してやってくれ。はい、承知で。いやいやいや、そうじゃなくてですね。心配をかけてすまなかったな。だがこれも皆のためだ。分かってくれ。お気持ちは分かりますがね。ひとまずご無事で何よりでした。二度も助けられてしまったな。改めて礼を言わせてくれ。ま、俺たちが勝手にやったことだ。気にしなさんな。君たちの労に報いるためにも、今は負傷者の治療に尽力せねばな。行くぞ、ボレアリス。えい。エセル。どうしたノア。正しいと思った行動が必ず正しい結果につながるとは限らない。そう言ったよな。あんたほどの人が言うんだ。
現実はその通りなのかもしれない。だけどあの時エセルは俺たちを救ってくれた。命がけで助けてくれた。あんたの行動のおかげで俺たちは今こうして生きている。正しい結果だって断言できる。それだけは間違いないはずだ。ノア、君は。そういえばあの時の礼ちゃんと言ってなかったよな。もっと、そうだったよな。ああ、白金のエセル、あなたの勇気ある行動に敬意と感謝を。見違えたな、三人とも。ならば私もその名に恥じぬ己であり続けよう。仕事終えたところで風呂にでも入るか。賛成。うんうん、休憩も大事だよね。おしゃべりしよう。行くとしますかね。筋トレしようかな。さ、綺麗さっぱりだぜ。強くなってきたよ。
にしようぜ、飯。また少し薄くなったかな。はあ、いいお湯だった。お、ミオちゃんお風呂は？もう入ったの？今日はいいかな、汗そんなかいてないし。入れる時に入んなきゃダメだよ。まあでもミオちゃんお風呂入らなくてもいい匂いするけど、ひょっとして他の人たちのこと気にしてる？だったら大丈夫。エセルさんが気を使ってくれて、他の人たちがいない時間帯設けてくれたんだ。あ、うん、それは知ってる。やっぱり入ってこようかな、お風呂。そうしなよ。うん、行ってくる。先に寝てて。わかった、ごゆっくり。おやすみ。うん、おやすみ、セナ。先を急がなくちゃならねえしな。私が出よう。
ウンドビート。ボルテージマックス。旅立つ前に聞いておきたい。君たちはなぜ共にいる？行きがかり上仕方なくってやつだ。それに問答無用で襲われるからな。今はなんとなくとしか言えないのかも。本当にそうか？そのようには見えないがな。ただこれだけは言える。俺たちは敵同士だったけれど、今を生きようとする思いは一緒だった。ウロボロスとなったことでそれに気づけたんだ。思いが一緒なら共にいる理由としては十分さ。そうか。誰もが好き好んで戦っているわけじゃない。ランツは仕方なくと言った。そう、今は誰もが仕方なくだ。そんなものはない方がいいに決まっている。仕方なくで始まった君たちの旅が今思いによってつながっているのなら、それは誰もが望んでいる世界の姿なのかもしれないな。世界の姿。エセルも旅支度？私はこれよりキャッスルへと向かう。え？私はここの軍務長だ。本国に反旗を翻したのでない以上、報告の義務はある。エセル、それは。安心しろ、君たちのことは話さん。違うんだ、あの執政官はメビウスになった。もしかしたら。
君が言っていた化け物のことなら承知している。ならなぜ？それがコロニーを治める者の責務だからな。死生観のことは事故で亡くなった後でもしておくさ。通信じゃダメなのか。死生観も命の日時計も失って通信というわけにもいくまい。物資の補給も受けなくてはならんしな。補給後に命の日時計が作られたらその時はその時だ。いいのかよそれで。私たちのことは気にするな。君たちは君たちの望む道を進め。一期一会だ。エセル、ノア、これからの君たちに一つ忠告しておく。執政官は君たちを抹殺しようとしていた。ならばこの先コロニーとの戦闘は避けられないだろう。いいか、可能な限り接触するな。ケベス、アグヌス、いずれのコロニーともだ。でもコロニー4のように日時計の縛りがなくなればみんな解放されるんじゃないんですか？皆が皆私のような考えではないということだ。このコロニーにだって状況を受け入れきれていないものは未だ多い。あ、それ以上に厄介なのは他のコロニーには好んで戦いをする者だっているということだ。無思慮な同情心や船舶な正義感は必要ないということか。ああ、その通りだ。君たちが関与することで関わった者の運命は大きく変わる。その重さ知ってからでは遅いかもしれん。運命の重さとはいえ、かかる火の粉は振り払わなければならない。どうにもならない時は諦めろ。最善を考え全力を尽くせ。実りある旅路になることを祈っている。ウロボロスか。私たちもあそこにいることができれば。
ちはやる気みたいだな。クラッシュアウト。やばい、敵が離れちまった。グランドビート。うがいだ。激怒やっとスイング。どうだ、ここパワーサークル。この調子で攻め続けて、私が相手になるよ。ワイドスラッシュ。ケロロ見えた。グラウンド。戦い方も体に馴染んできたな。蹴散らされてるのか。忘れ物したかも、なんてな。
散らされてぇのか。動き、そこだ。クローサーできるわ。これ違い、敵が離れちまった。最強のタイミングだ。エアパック、パワーサークル、クラッシュアウト、ビッグインパクト、ダッシュエッジ、いけるいける、エーテルキャノン、だんだん慣れてきた感じがする。相手が誰でも容赦しないよ。すぐに終わらせよう。俺も負けてられねえな。これでもっと戦える。クラッシュアウト、頼むね。タイミングキッド、絶好調だな、ユニ。ここエーテルは当たろう。いけるいける、この調子だ。エアパック、やっと結果だ。おぼろたり、見込み通りの結果だな。みんなと息が合ってきた証拠だ。そうだろ、タイオン。少し合わせて。なんだよ、アイオンが私に合わせるんだろ。ここ敵のエアパック、ダウンドビート、ここ、おぼろかり、ラストエッジ、パワーサークル、エアパック、ここ、ワイドスラッシュ、ストライク、敵は私に負けない。スイング、ボルテージマックス、エアパック、シュアウト、セナ、本当に強い、ワイドスラッシュ、ナットエッジ、エアパック、この調子だ、パワーパックのバッター、ストライク、崩れろ、エアパック、力を感じる、スイング、いい感じだね。危ない戦いぶりだったよ、セナ。ふふん、私の力見せられたみたいだね。何が出るかな。トン、ふなんか吐いたぞ、あいつ。
っ